はい、どうもプランクトンです。今回はこのウンベラータの魅力3つと、あとは育て方軽く説明してみたいと思います。まあ、そもそもなんですけれども、このウンベラータはだいたい飼って4年目くらいです。で、最初飼った時は300円でだいたいこのぐらいか、このぐらいの高さで葉っぱが 2,3 枚あるような感じで飼いました。で、そこからすくすく成長して今このぐらい大きくなりました。じゃあ早速魅力を紹介してみたいと思います。まず一つ目の魅力なんですけれども、成長の速さです。だいたい今年の春からがだいたい冬明けたぐらいがこのぐらいで、ここからぐーっと伸び成長してるんですけれども、こんな感じです。見るたびに成長してる感じで、今年だけでここからここまで成長してます。ウンベラータの面白いところっていうのが、ここにこう目あの葉っぱが出てっていう跡があるんですけれども、この感覚っていうのが、最初はこうやって感覚が 1,2,3,4,5,6,7,8 ってあるんですけど、こう寒くなってくると9,10,11,12,13みたいな感じですごいキュッとなるんですね。でキュッとなった時に、あ、成長スピード遅くなってきたな、あ、ここは冬だったんだなみたいなのが分かって面白いです。2つ目、葉っぱの大きさです。この葉っぱの大きさはもう元からウンベラータはすごい大きいんですけれども、成長するにつれてさらにどんどん大きな葉っぱ出すようになるなっていう感じはしてます。去年のウンベラータの葉っぱがこんな感じなんですけど、それと比べても今年は結構大きな葉っぱが、立派な葉っぱが出たなって思ってます。で、切れ込みなしでこんだけ大きな葉っぱが出る観葉植物っていうのは意外と少ないような気もしてます。入手しやすい観葉植物の中でこんなに葉っぱが大きい立派な観葉植物っていうのは少ないかなと思ってます。特に上から見た時をこうやって見ると、余すとこなく光を受けてやろうっていう強い意志を感じますね。で、次3つ目は割と自由に仕立てられるっていうことです。これはスラーッと特に剪定とかもしたり曲げたりもせずに育ってるんですけれども、それは私がこう横に広がるよりも高くスラッと育ってほしかったっていうのがあって、そうしてるんですけれども、売られてるのを見るとこうくにゅって曲がってたりとか、あるいはパチッと剪定されてそこからシュッ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 枝分かれしてるようなウンベラータとかも見かけます。で、そうやっていろんなその形のバリエーションがあることで自分のウンベラータの形っていうのができやすいのかなって思って、愛着が湧きやすいのかなって思ったりしています。魅力はそんな感じです。で、育て方ちょっとだけ説明しておくと、土が乾いたら水やりはたっぷりやるっていう他の観葉植物と、同じような感じなんですけれども、ウンベラータに関しては家の寒さとか気温にもよりますけれども、冬はぴったりと成長を止めることが多いんで、冬はもっとかなり少なめにあげた方がいいかなって思ってます。で、植え替えも定期的にした方がいいっていうのと、葉っぱが意外と柔らかいんで、他の観葉植物とかにも比べて柔らかい気がするんで、後ろが見えます、つけてますね。柔らかいんで肌にとかちっちゃな虫とかがつきやすいんで、定期的に裏側とか観察してあげた方がいいかなって思ってます。以上がウンベラータの魅力と、簡単な育て方でした。で、ウンベラータは100均にも売ってることありますし、ホームセンターとかどこでも売っているんで、見つけたら買ってもいいのかなって思ってます。
またこう家をジャングルにしたい人とか植物に包まれたい人は結構おすすめかなと思ってます。まあ、他にもいろんな植物の動画とか観葉植物に関する何かしらの動画とか上げてみたいと思ってるので、チャンネル登録してみていただけたら嬉しいです。では。